はい、聖一年です。今日はですね、ムルクハマビーチを紹介していきましょうね。まあ、ムルクハマビーチっていうのはうるま市の海中道路から渡って、で、海中道路渡ったらね、また右側にね、浜比嘉島っていうところがあるんですけど、この浜比嘉島に、まあ、もう一回橋渡るんですけどね、そこにあるビーチですね。まあ、今見えてるのがね、ホテル浜比嘉リゾートっていうところなんですけど、そこがね、管理してる目の前のビーチになります。まあ、ただ管理って言ってもね、監視いたりとかしないんですけれども、まあ、マリンスポーツが充実してたりとかするんですが、特徴はね、まあ、穴場のビーチです。でもこれだけね、綺麗な穴場のビーチっていうのはね、なかなかないので、しかもまあ島じゃないですか、ならすごい楽しめるよっていうのと、あと、まあ、マリンスポーツも充実してるっていうのが一つありますので、そういったのを紹介していきましょうね。はい。で、まあ、このチャンネルではね、まあ、ちょっとカットを入れたりとかね、すごいなんかかっこいい感じのね、動画っていうのはできないんですけど、できてないんですけど、どちらかというとね、もうワンカットで、雰囲気だったりとか、まあ、動画の方がね、ビーチとか、こういう海とかね、伝わりやすいと思うんですよね。うん、これぐらい、まあ、広さとか、やっぱりちょっと行った時にね、たまにやっぱギャップがあったりとかするじゃないですか。だからそういったのをなくすためにね、ワンカットでやるような作りになってますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。はい、はい、じゃあ早速ね、紹介していこうと思うんですけれども、ここね、まあ、人工のビーチと天然のビーチがあるよっていうのはね、このチャンネルでも何回も伝えてるんですが、ここは天然のビーチになります。天然のビーチなんですけれども、さっきあったホテル浜比嘉リゾートがちょっと管理をしている。となので今ね、一番上から歩いてきたんですけど、あそこの上の方にね、マリンスポーツとかができるような受付のカウンターがあったりとか、ちょっと売店とかもあって、で、トイレとかシャワーとかもね、しっかり完備されているようなところになりますので、まあ、安心してね、まあ、行ったけど、泳いだけど、どこでもシャワー浴びれんとか、そういうのはないので、はい。で、大丈夫です。で、あと500円でね、ちゃんと駐車場止めてね、広い駐車場がありますから、そこで止めて泳げるっていうところですね。で、まあ、もうね、見てもらってもね、わかると思うんですけども、透明度は抜群です。やっぱり島なんでね。で、これだけ天然のビーチで、これ広くて、で、綺麗なビーチ、ちょっと穴場的なビーチっていうのもね、島の中にはなかなかないので、開かれたビーチっていうのが反対側でね、浜比嘉ビーチっていうのがあるんですけど、そことはもう全然対照的なビーチになりますね。で、まあ、ちょっと見えてたと思うんですけども、岩がね、この砂浜のところに岩がいっぱいあるんですよ。これ琉球石灰岩の岩ですね。まあ、こんなロケーションのところもなかなかないと思うんですけど、ここがね、下の方が波でね、削られていってね、下の方が影になってるんですね。まあ、自然が作ったものなんですけど、ここの下でね、日陰になってるところでちょっと休んだりとか、まあ、焼いたりとかね、寝っ転がったりとか、ちょっとさっきも映ってましたけどね、でも、読書する人とかもいたりとかしてね、まあ、すごい今のんびりした穴場ビーチですね。うん、だから、まあ、ここはね、透明度も高いからね、シュノーケリングとかも人気であるんですけど、実際ね、うちのうちの人とかね、ムルクハマビーチあんま知らないんですよ。な、うん、でかっていうと、この浜比嘉島ってね、橋がかかったのがね、まあ、最近1990年から91年ぐらいなんですよね。だから、それまではもちろん、まあね、島からね、住んでる人ももちろんいますから、そこから、まあ、船が出てたりとかしてたんで、海中道路できてたんですけど、浜比嘉までね、そんなに頻繁に行くっていうことはなかったんですよね。ただ橋がかかったらもちろんあった、うちなんちの人たちもいっぱい行くようになったりとかしてきてるっていうのがね、実際なので、あんまり知られてないです。まあ、そういう意味でも穴場っていうことはあるんですけど、まあ、ちょっとね、浜比嘉ってね、神の島、神が住む島ってね、昔から言い伝えられてて、すごい神秘的な島なんで、ちょっと説明したいんですけど、もともとね、浜比嘉島っていうのは、汁み中っていうのか、甘み中ってね、まあ、歌木ですね、まあ、お祈りするところ、まあ、廃所があるんですよね。で、それでね、昔ね、まあ、神様がね、降りてきたっていう、まあ、眠ってる場所だよっていうことでね、まあ、沖縄いろいろあるんで、いっぱいあるんで、そういったね、言い伝えって いろんな箇所であるんですけど、まあ、百名ビーチとかね、そういったところは久高島から、この神様が渡ってきたっていうようなね、聖地として、百名ビーチもあるんですけど、まあ、ここもね、そういった形で、まあ、まあ、汁み中っていうののところにね、男女のね、神様が降りてきて住んでたよっていうところがあって、で、そこから、まあ、奄美中ってところで、まあ、お墓が、その二人のお墓があるよってことでね、うん、みんな、まあ、手合わせに来たりとか、そういった形で、まあ、今はね、もちろん観光としても見れますから、そういうところ、まあ、これも見ながらね、うん、浜比嘉ビーチは回れます。うん、だから、そういった島の中で、ムルクハマビーチってね、その間にあるんですよ。
シルミチュータマミチのね、まあ、やっぱりね多分まあこれはね、まあ、僕の想像ですけどやっぱり綺麗なねこの美しい景観だったとかね、あとまああの久高島が見えたりとか、こういうねなんて言うんだろうな、あのまあ綺麗な美しい聖地雰囲気が出てるところだとね、やっぱそういう言い伝えもやっぱ多いので、まあこれだけね今見ててもねすごい綺麗なところで、まあ行ったらね一旦わかりますけど、やっぱりね雰囲気がね、うん、すごいおおらかな気持ちになるというかね、すごい雰囲気が出てます。だから波の音しか聞こえなくて、まあゆったりとした時間が流れてるような形でね、うん、やっぱそういうのをね多分昔のうちなんちの人たちも感じてたんじゃないかなと思うような、そんなまあ島ですしね、そんなビーチですね、はい、でまあここと、まあ、シルミ中と奄美中があったりとかして、でこういうね昔ながらのねまあ観光名所っていうかね廃所とかそういったとこもあるので、浜比嘉島ってすごい小さいんですけど、うん、結構遊べるんですよ。だからホテル浜比嘉リゾートとかで泊まったとしてもね、まあ、なんか島って何もないのかなって思いがちなんですけど結構遊べます。だからでまた池井島もあるしね、あと宮城島とかねそういったところにももちろんアクセス、まあ、20分以内で全然行けますから、島離島ですよ、島ですよ。だからそのつながってる島々でね遊べるので、もうここだけでもね全然楽しめるっていう形になってるので、ぜひねムルク浜ビーチ来るんであればね、こういった島をね点々と巡るっていうような遊び方もいいかなと思いますね、はい、でここはねさっきも紹介した通りでホテル浜比嘉リゾートが、まあ、管理してるので、すごいマリンスポーツがね充実してるんですよ。で一番おすすめなのがマリンスポーツの中でもねこの浜比嘉をね島をね一周してくれるっていうバナナボートで一周してくれるっていうのがあるんですよ、うん、これがねまあこういう、まあ、一周コースってね池江島のね池江ビーチでもねちょっと紹介したんですけど、池江島一周しますよっていうねあったんですけど、それと似たような形でねバナナボートになってね一周してくれるって、これはね相当いいですよ、うん、で4400円でね一周してくれるんですけど、くるっと一周していくと、まあ普段見れないようなね景色だったりとか、島見るっていうのはねまあそう貴重な体験だと思うので、これが一番いいよっていうのと、あとねここからね、うん、ちょく見えてきてるとは見えると思うんですけど、画像でね無人島があるんですよ、うん、まあ浮原島っていうのと南浮原島っていうのがあってね、この南浮原島っていうところの方にシュノーケリングでね行くツアーっていうのがあって、これはもうね5500円で行けるんですね、うん、まあ無人島に行くってことですね。でまあ半日行くっていうのはね、まあ、ちょっと季節によってとかってあるんですけれども、シュノーケリングだけだったら行けるようになってて、これ5500円でできるっていうのはねすごいいいですね。この2つはねまあ本当にねおすすめです、うん、やっぱりまあ無人島に行くっていうのはなかなかできないことですし、でこれだけまあ綺麗な透明度の高い島からその間でね多分まあシュノーケリングやるんですけれども、まあすごいねここはまあおすすめなので、ぜひねシュノーケリングができるところも少ないですからね、沖縄のビーチといえどもね、なのでぜひここから体験してほしいなと思います。まああとはね本当にねいっぱいのねマリンスポーツあります。フライボートってシューって下からね水が出て上に上がっていくようなねマリンスポーツだったりとか、これも7700円とか、まあ本当にねいろいろあるんで、これリンク貼っときますんでぜひ見てほしいなと思います。もうまあ本当にほとんどねできます、うん、マリンスポーツ、うん、マリンジェットとかもそうですし、ウェイクボードとかまあシュノーケリングもそうですし、ダイビングに関しては時期があるので、まあ、問い合わせてねっていう形なんですけど、ダイビングもできますんでね、うん、これぐらいできるとねすごいいいですよ、うん、まあ浜比嘉島では唯一なので、うん、ぜひこれも頼んでいただいてほしいなと思いますね。で、まあ、あとはやっぱり、まあ、バーベキューですよね。沖縄だったらもうバーベキューもできますね、うん、であとは、まあ、レンタルの、ね、ものっていうのもパラソルとかレジャーシートとかねそういったのも借りれます、うん、まあ、さっきはあったんですけど岩の、ね、下でね日陰で休むっていうのはね、まあ、先にもう取られちゃってたら もちろん入れないので、まあ、あんまり場所もないですから、まあ、パラソルとかねそういったのも借りてもいいかなと思いますね、ここだったらね。で、まあ、浮き輪とかねそういうシュノーケリングのねものとかもレンタルできますし、うん、結構ねここも充実してますんで、まあ、そんなにね何、まあ、手ぶらってわけじゃないですけども まあ、そんなにがっつり用意してっていうわけじゃなくてもちゃんと遊べるようになってますんで、うん、天然のビーチでこれぐらいあればいいかなっていう感じですね。で、まあ、売店もあって、まあ、ご飯も食べれるし、何かねちょっとお腹空いたなとかってなればすぐ食べれるようになってますから、ここはね天然のビーチのなのに売店もちゃんと完備されてホテルもあるっていうのはねすごいいいなと思います。もちろんシャワーとね
トイレとかも完備されてますから最高ですね、ここはね。まあそんな感じでね、まあ、あの一番の、まあ、ここのねムルク浜ビーチのポイントっていうのは、あの、まあ、まずはもう穴場のビーチだよっていうことね、ゆったり過ごせるよっていうところと、まあ、透明度高いんでねシュノーケリングができるよっていうのと、あとはまあ無人島に行けるで浜比嘉のね島を一周できるっていうのはね、これはねすごい体験なんで、あのここはまあ一番ポイントですね、うん、他のところでもないの で池井ビーチとかでもあるっていうのは、まあね、離島ですぐ近いところで池井ビーチとかあるんですけど、実際は海としては反対側なんですよ、海の面してる海っていうのはね。だから全然違う景色としてね見れますし、浜比嘉はねもうちょっとちっちゃくてね面白いと思いますね、うん、で、あのまあ神の島、神が宿る島って言われてるぐらいね、やっぱ神秘的な場所なので、うん、外観とかねやっぱ雰囲気見てもね森があったりとか、あとの景色ね、あの離島がこの無人島があったりとか、そういう景色もあの全然また違った海の、あの景色が見れると思いますんで、ここはすごいおすすめですね、はい。まあそんな形ですね、はい。ムルク浜ビーチも僕もねかなりおすすめのビーチなので、ぜひ行ってみてほしいなと思います、はい。でまあこのチャンネルではね、まあ、あの毎日のね更新っていうのは、まあ、今のね沖縄を現地からまあうちなんちとしてね、現地からの雰囲気だったりとかを、まあ、あのお伝えしながら毎日更新してるんですけど、その他にはねこういった形であの、まあ、観光の名所とかそういったところ、ビーチとかね、動画であったらすごい分かりやすいなというところをちょっとまあガイドチックにね、あのまああの解説しながらあの見てもらうっていう動画をねあの出してますので、ぜひねあのまた他のも見てほしいなと思います、はい。じゃあまたあの違う動画でお会いしましょう。